こんにちは。日本ワイパーオブザイヤーの若森隆と申します。私のホンダフィットの走行距離が 36,620km になりました。この走行距離と同じ部品番号の部品を観察しましょう。ホンダでは36620はルーフモジュールと呼ばれる部品を示します。マップライトや事故自動緊急通報システムのボタンなどが集合した部品です。まずはいつも通り大きさ、材質、重さを確認しましょう。大きさは前後に約 15cm、 幅は約 21cm、 材質は主にポリカ ABS でできていて、重さは約 280g です。部品番号のマニアの方ですと、マップライトは34400だったはずとご記憶の方もおられるかもしれません。ご推察の通りです。事故自動緊急通報システムなどの通信装置が搭載される場合は、マップライトはそちらの構成部品となり、部品番号もルーフモジュールに含まれます。ルーフモジュールになりますと、これらの他にサポートセンターへ接続するトラブルサポートボタンや、その通話で用いるマイクとスピーカーまで搭載されて、機能が多彩になります。ルーフモジュールが置かれるこの場所は運転者の口に近く、メーターなどへの視界を邪魔しないので、マイクを置くのに適しています。工場装着オプションのナビでは、ここにマイクが内蔵されることも多かったです。また運転者の手の届く範囲にあるため、サングラスホルダーが置かれることもありますし、その高い位置を生かして室内確認用の鏡が置かれることもあります。皆様の天井には何がありますか？観察してみてください。お付き合いいただきありがとうございます。では、失礼いたします。